皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、日経平均、マイナス836で、金曜日ですね、のダウがマイナス880ということと、こちらの香港とかね、全部の指数がね、大きくマイナスとなってます。で、こちらに関しては、昨日の動画でも言ったように、今日は地合いがものすごく悪いというふうに捉えて、1日を見ているので、買いで入るわけでもなく、その下がって、落ち込むというかね、わけでもなく、今日は大きく下がると、思ってたので、ただ、5場とかね、引けにかけて、ちょっと買い上がってくれなかったのは残念だなと思いました。窓を開けて、落ちたままということで、3% の下げというふうに日経平均は引けてます。で、マザーズは、33、4.8%、5% 近い、かなりでかい下げと、なってます。で、昨日というかね、金曜日までは、上昇チャートというか、形なんとか耐えてたんですが、さすがにね、これだけの下落すると、形も崩れてしまって、また、上に行くにはチャート作り直しという状況になってます。で、今週のポイントとなるのは、一つは水曜日、夜中、木曜日の朝方になるんですかね、に、FOMC、政策金利ですよね。で、それで為替がどう動くかというところで、このままの勢いでいくと円安が加速、従来の予定通りの利上げなのかなという感じなんですが、先週の、ね、金曜日から、ちょくちょくね、その日銀の、発言とか、政府だったりとかが、円安、過度な円安に関してとかね、その早すぎるというか、激しい動きに関しては注意したいみたいなコメントが出てたのが、ちょっとだんだんね、さすがにやばいかなっていう部分が、ちょっと見えてきたかなと思うんですよね。今日も、日銀の黒田総裁だったと思うんですけど、発言で、円安が、全ていい方向に行ってるわけではないと。まだちょっと言いたくないけど、多分悪い部分も出てきてるっていうのを認める、感じの発言になってきたので、どういうね、対応するかっていうのはわかんないですけど、このまま、過度なね、速度で上がり続ける円安に関しては、何らかの、対応といってもね、思いつかないですけど、やってくるのかなっていう感じはします。で、それが一時的なもんなら、押し目となって、買い場がね、来てまた上がっていくだけですし、ただ今、黒田総裁とかね、なんか日銀やらないやらちょっと声明出しただけでも、0.5 円とか1円は結構過剰にね、反応する、激しく動く、相場にはなってきてるので、今週は、為替のね、激しい動き、注目だなと。で、日経平均とか、マザーズの、マザーズ、ニューヨークダウとかね、ナスダックの、暴落に関しては、まずは、水曜日の明け方の動きなのかな、木曜日の朝ですかね、水曜日の夜中がかなりポイントになるのかなと。だから、週末、木、金にかけていい動きになっていけばなと、思います。で、早速ね、銘柄をいくつか注目銘柄見ていきたいと思うんですが、はい。で、まずはリミックス。この試合でもね、落ちた時は670まで落ちましたが、2% 上げということで、自分が見てる銘柄も、さすがに今日の試合なんで、8割方マイナスが多くて、マイナスが目立ったんですが、リミックスポイントね、前回の高値超えて、プラス16、2% 上げということで、強かったなという感じです。ただ、PTS マイナス13という値動きよりも、やはりね、この前回の高値、950ぐらいですかね、
に、まあ、迎えるか、まあ、そこを超えて4桁いけるかなというところが、まあ、自分が注目で、次はメディネットなんですが、まあ、自分のまあ予想通りというかね、さすがに、地合い悪いんで、ちょっと落ちるかなと、まあ、思っていたんで、マイナス 2%、マイナス2ですね、2.8% の下げということで、まあ、ただ、まあ、陽線ですし、まあ、70からまあ大きく外れたというほどの下落ではないので、まあ、もう一段というかね、大きな下げが来れば、このね、ちょうど線が、絡んでるところが窓になってるんですけど、この50に向かうようであれば、安いところ拾いたいなと、まあ、思ってます。で、まあ、ちょっと画面はですね、メディネット、にしたまま、いくつか注目銘柄、見ていきたいと思います。で、でグローバル A がプラス2で、まあ、地合いが悪い中プラスということと、まあ、引けはプラス2なんですが、まあ、高いところではプラス30ぐらいですねの時もあってですね、まあ、上髭長い陽線ということで、まあ、もしかしたら反発があるのかなというような形にはなってるんですが、まあ、まだ見極め難しいかなというところです。で、ピアーズ、ピアラ、どちらもまあ25、33ということで、まあ、3%、4% の下げと、グノシーも 3% 下げでマイナス30ということになってます。で、メルカリは 8% 下げで、マイナス174ということで、で、マーチャントがですね、マイナス10。で、303なんですが、まあ、マーチャントも、まあ、業績もね、まずまず、伸びてきてますし、そこね、硬いかなと自分は思っているので、まあ、300じゃなくて、まあ、250とかね、さらに落ちるとこあれば、安いとこ拾いたいなと、マーチャントに関しても思ってます。で、注目としてはね、あと、3つほどあるんですが、まあ、1つね、ちょっとチャート見ていきたいと思います。はい。でガーラですね、プラス30、寄り付きからねちょっとマイナスで弱くて、下げた時は一気に700まで下げたんで、マイナス100ぐらいですかね、かなり落ちた時もあったんですが、引けに関して、引けに向かってね、買われていって、一応、プラス30ということで、プラスで引けてます。 3% 上げということで、まあ、チャートで見ても、900のところで、まあ、上髭が何回かついて、まあ、横、まあ、3回となってます。で、あとですね、サイバーステップ、はい、でサイバーステップに関しては、まあ、PTS もね、マイナス28と落ちてますが、14% 下げマイナス151ということで、まあ、チャート的には金曜日長い上髭の陰線で、まあ、勢いがあるんで、超えて可能性もありますとは言いましたが、まあ、ベタにね、上髭の陰線ということで、まあ、下げになりました。で、窓を開けて大きく下げているんですが、まあ、下髭ついてね、ちょっとは戻してはいますけど、まあ、安値で言うとね、853まで、下げている時もありますが、まあ、地合いだったりとか、チャートを見ても、とりあえずある程度そこね、まあ、V 字でね戻したとしても、リミックスのようにね V 字の爆上げがあったとしても、まあ、ある程度落ち着くところまでは見たいなという感じですね。で、まあ、次抵抗線というか見たいのはこの800のラインをね割ってくるかっていうところで固めるか、まあ、こう800付近でこう V 字になっていくのかなというところで、まあ、流れをね見極めながら対応していきたいなと思います。で、最後、今日最後なんですが、はい。で、最後、ダブルスコープですね。マイナス52、マイナス 3.44% ということで、まあ、昨日の動画でも言ったんですが、まあ、安く拾いたいという銘柄の一つで、まあ、ダブルスコープ、まあ、大注目と言ってたんですが、まあ、寄り付きが、前場ね、1624ということで、
まあ、かなり上げて、まあ、プラス100ぐらい上げてたんですけど、あの5番にねかけて売られて、まあ、大陰線ということで、まあ、チャートだけ見ればね、落ちるというか下げそうなチャートだなという感じはします。まあ、ただこれ明日ね抜けて一気に上まで行く可能性もあるんですが、まあ、逆に明日からこの下落が始まったとすれば、あの安いところ拾いたい自分としてはチャンスかなと思ってますので、まあダブルスコープもまあ地合い含めてね、見極めたいなと、思ってます。まあ今日は、まあ予定通りというか、まあ金曜日あれだけニューヨークダウとかナスダックも崩れてたんで、まあ崩れるだろうなと思って、予想してましたが、まあ明日明後日、まあ水木にかけてね、ニューヨークダウがどういう動きを見せてくるかっていうところで、まあ目をつけているというか安く入りたいなという銘柄を、買うタイミングね、まあ火曜日、明日は早いとして、まあ、水木ら辺で買えて、まあ木金とか来週の頭に一部利確、短期的な利確、まあそこから長期で保有するっていうのもいいですし、がまあ今の展望です。まあ明日のねチャートとか今夜のね動きとかで当然見方とかね動き方は変わってくるんで、今現在の考えですけど、まあ今日は、こういった感じになります。で昨日から下の概要欄のところにね、Twitter と Instagram の URL を貼ってますということになってるので、よかったら、まあ、Twitter の方ですね、ちょくちょく、為替とか株のことつぶやいてますんで、フォローしていただければと思います。で、この YouTube チャンネルもですね、よかったらチャンネル登録していただいて、また別の動画もチェックしていってください。今回は以上になります。ありがとうございました。